こんにちは、ハロー、ゆうでーす。はい、昨日に引き続き、今日も有馬記念の話題になるんですが、昨日は、まあ、馬番と枠順が確定しました。で、今日からオッズがね、発表されてまして、まあ、ちょっとね、日曜日まで変動があるんですけども、今現在の単勝複勝のオッズをね、見ていきたいと思います。で、まず人気順からいきます。一番人気が、ダントツアーモンドアイです2番人気が、5番のフィエールマン、で3番人気が7番のワールドプレミア、4番人気が6番のリスグラッシュ、5番人気が10番のサートルナーリア、6番人気が8番のレイレオロ、7番人気が2番のスワーブリチャード、8番人気が14番のベロクス、9番人気が11番の奇跡、10番人気が12番のクロコスミア、11番人気が15番のアエロリッド、12番人気が3番のエタリオ、13番人気が1番のスカーレットカラー、14番人気が16番のシュバルグラン、15番人気が13番のアルアイン、そして、最後16番人気が4番のスティッフェリオですね。今こうしてみたんですけど、内枠、有馬記念って内枠が有利なんですよ。そうなんですけど、内枠の馬が、なんかあんま人気ないですね。まだ金曜日なんでね、これからですよね。はいはいはい、金曜日、今日からね、オッズがね、出たので、発表されたので、まだまだこれから変動があると思います。今現在はこれです。はい、なるほど、やはりアーモンドアイなんですね、一番人気は。はい、どうなるんだろうな、今んとこね、わかんないな。はい、日刊現代の、競馬予想の方はもう原稿は出したんですよ、今日の夕方なんですけど、まだちょっとね微妙なところもあるんですが、はい、いやー、明日までにちゃんと分析して、有馬記念は当てたいと思います。はい、じゃあ1番人気から3番人気までの単勝のオッズを言いますか。1番人気のアーモンドアイが単勝 1.8 倍、まあいいんじゃないですかね。2番人気の5番フィエルマンの単勝が 2.7 倍、3番人気の7番ワールドプレミアは 14.6 倍、すっごい振り幅がありますけどはいね、あ、副賞とかはね、買わない方がいいんじゃないかっていうね、オッズですねアーモンドアイなんか 1.1 倍から 2.0、 1.1 倍とかね、買っても意味ないっていうね、フィエルマンは副賞 1.1 倍から 1.1、 ワールドプレミアは 2.8 から 6.8、 未だまだちょっと分かんないですね。今現在のオッズはこうなんですけど、さあ、日曜日、ね、どうなるんでしょうね。楽しみです、今からすごく楽しみ一番ね、1年の中でも一番盛り上がるレースなので、はい、皆さんはもう決めました？今日の時点でもう決めてます？もしもう買い目が決まっている方は、どの買い目にしたのか、でどれぐらいかけるのか、何円ぐらいか、何円ぐらいかけるのかはい、コメントで、はい、よろしくお願いします。ちょっとね、参考にしたいと思いますあ、そうだ、今日着てるこのオラフのトレーナー気づきました YouTube の撮影用として購入したんですけど、これめっちゃ可愛くないですか？いうね、アナ雪のキャラクターの中でもオラフが好きなんですけど、めっちゃ可愛いと思ってねえ、でこれなんと XL サイズなんですよ。で、ワンピースになるのかなって思ったら、結構ミニなんですよね、優が着てこれぐらいです。で、男性用なんですよ、本当は175センチから185センチぐらいの方
ぴったりのこのオラクのトレーナーです。うん、いいですよね1枚だけでもすっごいポカポカあったかくて、あの前回のスマイリーのトレーナーと一緒です。これはフードがついてないんですけど、そうこれ1枚だけでもね本当に今の季節にぴったりはい、あとこっちもあって、じゃじゃん、色違いでオラフのイラストは一緒なんですけど、そうそう、白バージョンもあるんですよトレーナーが。で、こっちの黒い方は XL サイズなんですが、こっちの、白の、オラフのトレーナーは L サイズ。はい、まあ、どちらも、175センチから185センチぐらいの方専用のトレーナーです。はい、ちょっとこっちもね着てみようかな、どんな感じかよいしょ、はい着てみました。ゆうが着るとこんな感じです。またまたミニ、さっきより、めっちゃミニ見えそうだな、後ろ見たら大丈夫かな、大丈夫ですか、見えませんかねはい、こんな感じです。どっちが好みですか、皆さん、黒と白どっち好きですか可愛い、どっちも好きなの、ゆうはどっちかって言ったらこっちかな、白かなはい、もし欲しい方がいらっしゃいましたら、これヤフオクに出品してるので、下の概要欄でURL 貼り付けておきますので確認してみてください。はい、であとは、今ゆうがこれ、これ電気式毛布なんですけど、めっちゃポカポカあったかいんですよ。朝晩冷え込みますよね。床の上にマットを敷いてるんですけど、やっぱ寒いんですよ。なんか外からの何なんていうの、隙間風が来たりして、そうストーブ暖房をつけてもちょっと寒いっていうのがね、あの朝晩あるので、これ電気式毛布すごいおすすめです。そうまず温度調節ができるんですね。でこれ、3段階に温度調節ができて、で一番強い温度だとダニ退治ができるんですよ。そうそうそう、で、弱中強っていう3段階に温度調節ができるんでね、これほんといいです。寒い時はめっちゃ強くして温めてみたいな。本当はなんか電気式毛布なんで、これね、いわば電気式マットみたいに使ってますけど、これお布団にも使えます。そう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 、あの寝る前に、スイッチオンにしておいて、やっぱ寒いじゃないですか寝床そうそう、だから、寝る前にスイッチオンにして、何ベッドを温めておく。そうで寝る時にすごいポカポカして温まるっていうのをね最近してます、これ使ってうん、ほんとあったかいです。すぐにね寝れちゃうっていうぐらい、ほんとこれ大活躍です。今あとこれ薄っぺらいんですよ、生地が薄っぺらい薄いので、なんか汚れたら、まあ洗濯ができますとか、うん、こういう電気毛布ってエネルギー使うじゃないですか。で、電気代もね、高くなるんですよ普通なんですけど、これは省エネ効果もあって、で電気代が1時間使って 0.61 円だったかな0.6 円ぐらい、そうで、8時間使って、5円以下なんで安いですよねそう省エネ効果もある電気式毛布です。はい、本当になんかね、寝ちゃいそうですねお尻があったかいから、本当ポカポカあったかいからずっとしてたらね、あ寝ちゃいそう、こたつと一緒ですよね、ぼーっとしてたらね、もうカクッカクッって言っちゃいそうな感じ、ほんとあったかいこれおすすめなので、はい、こちらも欲しい方がいらっしゃいましたら、ヤフオクに出品してるので確認してみてください。はい、ということで、はい、ちょっとね話ずれましたけど、はい、明日予想動画あげたいと思いますので、頑張って、分析して当てます有馬記念当てなきゃ意味がない、本当にやばいぞ言うわはい、
じゃあ、皆さんのコメントもお待ちしてます。はい、じゃあバイバーイ。